数々のスキャンダルを起こしていますが、ストレートかつ一番わかりやすい表現をすると、ただそれだけです。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。世の中には親子揃って有名な人たちがおられます。橋本真也さんと橋本大地さん、グラン・ハマダさんとソチ・ハマダさん、ハマダ彩子さん、デイビー・ボーイ・スミス、デイビー・ボーイ・スミス・ジュニア親子など、と、入りは冗談でプロレスラーの親子を例に挙げさせていただきましたが、最近よく戦団依頼をいただく親子が存在します。岸田文雄首相とその息子であり、政務担当、首相秘書官の岸田翔太郎さんの岸田親子でございます。僕も以前に総裁戦感想学の動画で岸田首相を見て以来、お父さんにしても息子さんにしても今どうなっているのか全然知りませんので、なぜリクエストが来るのかと、お二人の感想学をやってみましょう。お父さんは以前見た時と変化があるのか楽しみですが、人間なんでそう変わらないと思いますし、チャプター分けしてありますので、どうぞお好きな項目まで動画をスキップさせてくださいね。それでは本日の項目です。項目1、前回の総裁選動画について。項目2、岸田文雄首相について。項目3、息子岸田翔太郎さんについて。項目4、岸田文雄首相を感想学で見る。項目5、岸田翔太郎さんを感想学で見る、の5項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、前回の総裁選動画についてです。まずは1年以上前にアップした動画の話を先にさせていただきましょう。まだご視聴されていない方は削除しないで、 YouTube 内に今も上がっている状態ですから、よろしければ先にそちらをご覧ください。ネタバレでいきますから、見る方はここでこの動画はストップさせておいてください。以前の総裁選感想学の動画で、僕は次期総理大臣は誰がなるのがいいですかの質問の答えにこう言いました。まずその時の候補者、石破茂さん、岸田文雄さん、河野太郎さん、高市早苗さん、野良聖子さんの5名でなってほしい人はいない。誰も総理の器ではない。でも答えないのはずるいと思われたら嫌ですから、政策などを一切無視して、感想誌が面相や動きや喋り方、所作オンリーで答えさせてもらうとすれば、おすすめの100点満点で言うと、石破さん2点、岸田さん4点、河野さん3点、高市さん2点、野良さん3点。という点数を付けさせていただきました。あ、これはもちろん前述しましたが、10点満点ではなく100点満点です。まあ正直、どれでも一緒だったんですね。ドラゴンクエストで言うならば、田中角栄氏、伊藤博文氏、吉田茂氏のような、ゾーマや指導のクラスはいなくって、ドラキーとかスライムとか、スライムベスが必死に争っているので、この点数になったわけです。偶然僕が最高得点の4点をつけた岸田さんが総理になられましたが、僕としてはどうでもよかったんですよね。動画をアップしたのが2021年9月19日ですから、その日から結構経ちました。首相になってから岸田さんはどんなことをして、どういった評価を今受けているのでしょうか。それでは次の項目です。項目2、岸田文雄首相についてです。ということで、軽めの紹介と、首相になってから何をしてきたのかなどを話していきましょう。岸田文雄さんは1957年7月29日生まれの日本の政治家です。自由民主党所属の衆議院議員で、第100代、第101代内閣総理大臣、第27代自由民主党総裁でございます。官僚でありました父、岸田文武氏のもとに、東京都渋谷区で生まれました。親の教育方針もあり、文雄氏は東京で育てられました。岸田家は広島の一族であるため、一家は毎年夏に、広島に文雄氏を連れて帰省し、文雄氏は広島原爆の被爆者たちから当時の話を聞きました。岸田一族も多くが被爆し、死に至った者たちもいたそうです。1963年、父の仕事の関係でアメリカ合衆国ニューヨーク市に居住し、小学校1年生から3年生までの3年間、現地のパブリックスクール公立小学校に通いました。1966年6月にパブリックスクール3年時を修了して日本に帰国。7月に永田町小学校の3年時に転入。麹町中学校を経て1973年に開成高等学校に入学。野球部に入部し、高校生活を野球に捧げ、その傍らでロック、フォークの流行に影響を受け、ギターに打ち込みました。1976年に同高校を卒業、東京大学合格を目指し、2年間の浪人を経験。1978年に早稲田大学法学部に入学。政治家を数多く輩出している同大学に学んだものの、政治家を志したわけではありませんでした。当時は夏目漱石氏のような文豪に憧れ、庄司薫氏の小説も愛読し、一人旅を好みました。1982年、同大学、同学部卒業。同年、日本長期信用銀行に入行します。1987年、長銀を退行して、父、衆議院議員、岸田文武氏の秘書となりました。文雄氏の父は口数が少なく、父の背中から多くを学びました。1993年、第40回衆議院議員総選挙に、旧広島1区から自由民主党公認で出馬し、初当選します。2021年9月29日、
自民党総裁の投票が行われました。1回目の投票でトップの256票を獲得しましたが、有効投票数の過半数に届かなかったため、河野太郎氏との決選投票が行われることになりました。決選投票で257票を獲得して、170票の河野太郎氏を破り、第27代総裁に選出されました。岸田内閣が始まってからもう1年以上が経ちましたが、どのような評価を受けているんでしょうか。まずはこちらの画像をご覧ください。こちらは内閣の支持率のグラフですが、初期は支持するもそこそこありましたが、どんどん下がってきて、今や支持しないが上回ってしまいました。ある程度下がるのは誰でも予測できますが、現在は支持しないが 47%、 支持するが 39% ですから、なかなかの不人気っぷりですね。ではどのような点が問題されているんでしょうか。記事から引用させていただきます。政権が発足した当初、岸田文雄首相が最も重視した課題は選挙に勝つことでした。政権発足後10日で衆議院解散を断行し、衆院選を戦いました。7月の参院選でも順調に勝利しました。こうして獲得した政治資本、ポリティカルキャピタルを使って政策を推進し、長期政権につなげる。岸田首相は第二次政権を樹立した直後の安倍晋三元首相とほぼ同じ政治戦略を描いていたと考えられています。安倍・菅両政権は官邸の陣容に見られるように連続性を持ち、長期政権の弊害や国民の分断を招いたと指摘されていました。自民党総裁選で菅首相が推す河野太郎候補を破って岸田政権が誕生したことは疑似政権交代であり、国民の中にもある種の期待が生まれておりました。それは政権発足当初の高い内閣支持率に示されています。ところが2度の国政選挙に勝利するという課題を達成した直後、岸田首相の政治戦略は暗転します。旧統一教会問題や安倍氏の国葬に対する世論の批判に加え、3人の閣僚の不祥事が次々と明らかになり、辞任に追い込まれたことで内閣支持率が急落しました。臨時国会で被害者救済新法を成立させ、ようやく旧統一教会問題を収束させる手がかりを得たものの、政治資本が大きく損なわれたことは間違いありません。ただ内閣支持率はまだ3割程度あり、12月の世論調査で下げ止まった数字も出ていますから、危険水域に入ったとまでは言えません。年が変わり、首相が新たなメッセージを発して政権を浮揚させられるか勝負どころになってきます。岸田首相は自分の政権で何をしたいか、何をやり遂げたいか、そこが明確なメッセージとして国民に伝わっていません。2度の国政選挙で勝利して、これからというところなのに、そのことに国民は失望しています。ここが内閣支持率が今一つ高まらない一因でしょう。過去の長期政権を見てみますと、小泉純一郎元首相は郵政民営化をはじめとする構造改革をぶれずに掲げましたし、安倍元首相が打ち出した政策は戦後レジームからの脱却を目指して憲法改正を行い、国力を高めるという目標に沿うもので、功罪は別にして分かりやすいものでした。新型コロナの蔓延で短命に終わりましたが、菅元首相は携帯電話の料金値下げや社会のデジタル化など身近で分かりやすい個別的な政策を提示しました。岸田政権の場合、看板政策は新しい資本主義ですが、1年経った今、この政策への理解は深まらず、逆に分かりにくさが増す一方です。新しい資本主義では当初分配の側面が強調されていましたよね。値上げを重視する、どちらかといえば野党的な色合いを帯びていました。ところが次第にトーンダウンし、成長と分配の好循環というアベノミクスに回帰していきました。年末の税制改正では個人投資家を対象にした優遇税制、NISA の拡充をはじめ、いつの間にか投資の側面がクローズアップされています。ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー不足を背景として、GX、グリーントランスフォーメーション関連で押し出されていました原発の再稼働、運転延長、次世代型原発開発という一連の政策も、これが政権の軸になる政策かというと、国民にはやや唐突感があります。結局のところ、新しい資本主義は、岸田氏を首相に押し上げるために、宏池会岸田派らしさでお化粧をさせて作り出したキャッチフレーズに過ぎなかったのではないかと感じてしまうような現状です。物価高対策にせよ、防衛力の強化にせよ、それなりの政策を講じているとはいえ、目の前の懸案に地道に取り組んでいるにとどまるという印象が強いのです。一旦低下した内閣支持率を回復させるのは容易ではありません。しかし岸田首相は衆院選参院選と2回の選挙に勝利したリーダーであり、自らの判断以外に首相の座を下ろされることは当面ないでしょう。このように考えますと、統一教会をめぐる問題に最終的に決着をつけるとともに、政権をかけて実現する政策をもう一度掲げ直し、国民の支持を高めていくことが長期政権への条件になりますから、今年2023年は岸田政権の命運を決する年になりそうですね。
はい、ということで次の項目です。項目3、息子岸田翔太郎さんについてです。僕は全く息子さんちょっと前までは見たことも聞いたこともなかったのですが、宣伝依頼は結構来てます。何かやらかしたみたいなのですが、皆さんからのリクエストの文章を見ているだけで、ああもうダメっぽいなーってなりました。一度インスタグラム質問コーナーで返答に顔写真を使った気もするんですが、いかんせん興味がないので全く覚えてないですね。この項目で人物像とやらかしなどを紹介していこうと思ったのですが、まだウィキペディアに掲載されていませんので、拾ってきた記事から引用させていただきます。間違いがあった場合はごめんなさい、お許しくださいませ。岸田翔太郎さんは1991年1月14日生まれの31歳です。慶応義塾大学法学部卒業です。経歴は2014年三井物産入社で、2020年に岸田文雄氏の議員事務所に入るとしか書いてありませんでした。岸田家は曽祖父の代から国会議員を務めておりますから、今後翔太郎さんが議員になれば4代目となります。その他の情報は兄弟仲が良くて奥さんが綺麗という情報しかありませんでした。今のところこれだけしかない男性に、なぜ総理大臣のお父さんよりも感想学のリクエストが届くのでしょうか。それはどうやらやらかしたからのようですね。そのやらかしについて話していきましょう。実はキッシー長男の翔太郎さんは文春法を食らっているんですが、その前にまずコネ採用という時点で世間から叩かれています。前述しましたように2022年10月に岸田翔太郎さんは秘書官に任命されました。そして当初から岸田総理のコネ採用と言われていました。政治の世界に入ってたった2年程度で首相公設秘書官に任命されたからです。日刊現代の記事では、岸田総理は自分の後継ぎとして勉強させるために翔太郎氏を秘書官に起用したようですが、さすがに政治経験ゼロの30代の若者には官邸を仕切るのは無理ですよ。せいぜい孤立する総理の精神安定剤としての役割を果たすくらいでしょう。続いて日刊現代は、総務秘書官は霞が関に睨みを利かせ、自民党幹部と連絡を密にして国会日程を回し、時にはメディアを懐柔するといった水面下での調整力が問われるポストです。中略、素人の翔太郎氏にはとても無理。官邸との連携不足が原因で、臨時国会は日程をめぐって大混乱、野党にペースを握られる有様でした、と記事にされていましたね。首相公設秘書官は経験豊富なベテランでないと回せない重要な仕事のようですから、岸田翔太郎さんには荷が重いのではないでしょうか。続いて出たのがハニトラに引っかかったという報道です。岸田翔太郎さんが秘書官に就任してから官邸の情報がリークされているのではと報道がありました。2020年10月4日岸田翔太郎さんが総務秘書官に就任し、20日後の10月24日山際大志郎経済再生大臣の辞任をフジテレビがスクープしました。官邸でも限られた人しか知らなかった情報はどこからフジテレビに漏れたのかと騒然となりました。フジの女性記者は入社4年目、学生時代に体育会系の部活動に励んだスポーツウーマンで、官邸スタッフにも明るい笑顔を振りまき、すぐに LINE 友達になるような社交的な性格、もともと他社からマークされる腕利き、ナウテの敏腕記者と紹介されています。スクープを取ってきたのはフジの女性記者で、情報源として疑われたのが岸田翔太郎さんでした。週刊誌に掲載された経歴から、富士の女性記者は長島理沙さんだと噂されています。再造には、ではご当人はどれほどの努力をしているのかと見れば、秘書官になる前だが、女性記者たちに声をかけてはテキーラの一気飲みをさせていたというのである。そして情報誌のファクタが、翔太郎が民放の女性記者に情報を漏洩しているのではという疑惑を報じるなど、評判はあまり芳しくないようであると書かれていました。テキーラを飲みまくって女性記者を首投げ、代わりに情報を教えるという、とっても愉快な漫画のような翔太郎さんですね。課長島工作に憧れているのかもしれません。そして続きまして、公用車で観光報道です。2023年1月25日、岸田翔太郎さんが公用車で観光していたと報道されました。2022年10月、岸田文雄総理の長男、翔太郎氏が首相秘書官に就任し、縁故採用と批判された。その翔太郎氏が今月行われた総理の欧米5カ国訪問の際、公用車でパリやロンドンを観光していたことが発覚。さらにカナダ首相に記念撮影を申し込み、周囲の賓縮を買う一幕もあったのだという、というパンピーすぎる行動をデイリー新潮に報道されています。報道の内容をまとめますと、公用車でパリの観光地巡り、夕食はビストロ、公用車でロンドンの観光地巡り、老舗高級百貨店のハロッズで買い物、カナダのトルドー首相に記念撮影をおねだり、仕事で行ってるはずなんですが思いっきりエンジョイしちゃってます。これだけでも相当やらかしてますが、翔太郎さんはさらに追撃の文春砲を食らいます。2023年2月8日の記事ですね。岸田総理の長男翔太郎さんが政務秘書官に就任する以前の2020年10月、広島商工会議所の関係者らとともに散々飲み明かした後、女子大生とラブホテルに消えていったと報じられ、物議を醸しています。昔の掘り返されちゃった感じですね。記事を読みますと、この日岸田翔太郎氏は広島商工会議所の関係者らと広島の歓楽街流れ川の
高級ラウンジを訪れ、かなり酒を飲んでいたそうです。ラウンジを出てバーに移動した後もテキーラの一気飲みで盛り上がり、全員で20杯ほどグラスを開け、岸田翔太郎もかなり酔っ払っていたといいます。岸田翔太郎は翌朝の4時頃までバーで飲み明かした後、同席していた吉岡里帆にの女子大生とタクシーに乗り込み、ラブホテルに向かったとのことです。その様子を目撃していた飲み仲間によると、岸田翔太郎とラブホテルに向かった女性は後に彼が総務秘書官に就任したというニュースを聞いて、総理の最側近があんなに脇が甘くていいのかなと驚いていたと話しています。また周囲の知人も、初対面の女の子とホテルに消えるなんて、万が一ハニートラップにかかってしまったらどうするのかと心配していたそうです。しかし岸田翔太郎は結局その後もそこを改めることはなく、フジテレビの女性記者に機密情報を漏洩するという大失態を犯してしまいました。はい、という記事内容でしたが、これはやばいですね。もう翔太郎さんガードゆるゆるです。明日の城の矢吹城のノーガード戦法バリの毎日を過ごしていますが、城と違ってパンチ全部食らっていますからね。今からでも遅くはないので、Tカーブガードに変更した方がいいんではないでしょうか。それでは次の項目です。項目4、岸田文雄首相を感想学で見るです。では感想学に移る前に、注意点だけ先にさらっと話しておきますね。僕は岸田首相親子に会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ、普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想学と異なり、かなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また画面に映っている1枚のみではなく、ネットに落ちている画像動画を数多く見てきています。では僕はワイプに移動します。岸田首相については前に総裁選の動画で一度鑑定していますので、できるだけ最近の写真をメインに見ていきましょう。今回も余裕でネット上100枚くらい見てきましたが、この動画にはこの画像を使いましょう。2023年2月10日と書いてありましたから、撮れたてピチピチでございます。木田太郎先生も許してくれるでしょう。まず顔の形から岸田首相を見ていきましょう。形は良いです。前回と全く変わっていませんね。長方形の顔型で、男性になれば再起層とまで言われる顔型であります。仕事、お金、名誉、全てを手に入れられると言われています。女性の場合は家庭運がマイナスになってしまいます。まあ仮に一国のトップまでなっている男ですから、このあたりはそれでいいでしょう。総書読みそのまんまでございます。期待も悪くないです。穏やかな人でございますから、政治家として激しさは求められないでしょうね。以前の動画でも額に多く入っている学問の話をしました。常にずっと入っていますから、元々の動画でも非常に神経質と語りましたが、ここは一向に変わらず、むしろ微表情でもさらに多く出ているのではないでしょうか。総理大臣になったものの嬉しさや楽しさより、はるかにしんどさが上回っているんでしょうね。またこちらも前回動画でも注意しましたが、表情によっては陰道や三根あたりまでぐっと門が入ることがありますから、ストレスや健康運は要注意です。何言われてもへっちゃらタイプではございませんからね。眉は非常によく、勉強仕事が得意な男性でデスクワーク向きです。対人運が特に良いとかではありませんから、国のトップとしてうまく人を動かせるのかは微妙な線ですよね。目は悪くはありません。キッス寄りでうまく物事を順序立てて進めることができますが、前述しましたようにデスクワークよりみんなに指示を出すよりは自分一人でコツコツやる方が向いています。鼻もめちゃくちゃ大吉相ということはないですが、悪くもないですね。仕事運、金運は良い方ですし、人中法令線、評判なども全部吉寄りです。耳は平相、良くもなく悪くもなく、口は我慢強く物事を邁進できますが、気が小さい、勝負ごとには強くないです。また肝骨や顎あたりも男性ですし、上に立つ人物ですから、ポジティブリーディングで大丈夫でしょう。岸田首相を忖度なしで全体的に見ますと、物事を頭を使って進めていく人間ですが、ビジネスや財運は万事よし。正直気の小さい慎重派ですから、ぶっちゃけある程度出世するにしても、よく総理大臣にまでなれたなというのが正直な感想。いわゆるエネルギーやパワーは感じることができません。前回の戦乱でも言いましたが、政治家の面相の中では随分と吉相側になります。それがいいのか悪いのかですね。品性あたりは非常に良いことが所作などからも出ています。以前のコメントでももらいましたが、悪くてもいいから日本を思いっきり引っ張っていってほしいという意見がありましたが、そんな玉ではないでしょうね。ゆるーくできるだけ波風を立たせないように静かに動くでしょうし、みんながびっくりするような奇想天外、誰もが思いつかなかったこの人すげーみたいなことは岸田総理からは一生待っても出ないでしょうから、まあ期待をするなら彼の側近や周囲にするしかないですね。それでは最後の項目です。項目5、岸田翔太郎さんを感想学で見るです。全く知らないんですが、画像があんまりないのがネックです。いい写真がないので仕方なくこれでいきましょう。僕はネットに転がっていた写真ほぼ全てを見てきましたが、大体もう把握していますので、顔写真はこれでも全然大丈夫です。顔の形から見ていきましょう。ここは特に悪くないですね。ただ先に全体をパッと見回していますので、岸田首相よりは吉相度が下がってしまいます。仕事お金もいいんですが、そこまで体勢はしないかなという感じです。額も良くないんですよね。
ここは大体の政治家さん、並走以上はあるんですが、逆に珍しいです。ハーイヤは M 字なんで、ボス思考、他の部分と読み合わせしますと、いらないプライドを持っているというのが的確でしょう。マイは喫緊を合わせ持ちでございます。良い人止まりと評価される人、総書には異性関係に注意と書かれていますので、バリバリ当てはまってしまいます。陰道三婚ともに少しマイナス、モラルが低い。電卓はいいですね。家庭運は悪くないでしょうが、目も形が良くない上に、私有眼でございますからアウト。物事をよく考えられない人ですし、空回りする人に多いです。下まぶたの画さんもマイナスですし、耳もさらにマイナスです。鼻は通常ならば、金運財運がプラスだけの診断で終わりなんですが、他と一緒に見ていますので、ここも先ほど生え際の部分で言った、無駄なプライドが高いですね。このあたりがメンスを読む時のコツと、まあ面白さ的な部分があるんでしょう。人中もネガティブリーディングしかできません。道徳心の欠如を増します。法令線は普通、口はしょうもないことはペラペラ喋れますが、大事なことは一切言えません。はい、ということで翔太郎さんはめちゃくちゃ宣伝が簡単ですね。まさしく世間の方のおっしゃる通り、コネだコネだと言われていますが、 100% パーフェクトに正解です。ということで翔太郎さんは感想学が一切必要ありません。短絡的なものの考え方で深く物事を進められず、欲望に流されてしまうタイプです。数々のスキャンダルを起こしていますが、ストレートかつ一番わかりやすい表現をすると小物、ただそれだけです。全く政治家レベルの人間ではないですので、ずっと首相の株を下げ続ける桃鉄のキングボンビーの役割しかない人間ですね。今日お二人宣談してて思ったのですが、本当に岸田首相の息子なのか、それをガチで疑ってしまいました。はい、ということでリクエストが多かった岸田首相親子の感想枠をやってみました。皆さんの想像通りだったのではないでしょうか。ただ僕に問い合わせを来ている中で一つだけ言っておこうと思いますが、よく岸田首相じゃなかったらこんな日本になっていなかったのに、あの時岸田さん以外の人が総理大臣になっていればよかったというコメントをいただきます。しかしそれは結果論ですし、世の中にたらればはありません。確かにおっしゃる通り、 A さんではなく B さんを選べばもっと良くなっていたかもしれません。しかし逆に B さんだったら今よりももっともっと悪くなっていた可能性もありますから、それは本当に言うてもしょうがないんです。非建設的です。今後のこと、将来のことをせめて話しましょう。そして僕が一番大事だと考えているのは、政治家に期待してもしょうがありませんから、皆さんも自分の人生は自分で頑張りましょうね。はい、ということで本日は岸田首相親子の感想枠をやらせていただきました。ありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。